はい、皆さんこんにちは。どうも。じゃあ、よし。今ね、11時前。眩しい。いい天気。いや、もう夏よ。夏。暑い。もう半袖やしね。焼けるけど、俺長袖。痛かも。気にする。風呂がね。あ、お風呂とかに入るとか、もう首とかももう。しむからね。バキバキやから。痛いからね。ってことで、今ね、はい、長崎市の釣り具屋さんの駐車場でちょっと撮影させてもらってるんですけど、yes. 今日の企画、発表します。釣ったグラムイコール1円企画。1グラム1円。600釣ったら600円。そういうことです。1キロ釣ったら1000円。あ、で、2キロ釣ったら2000円。なるほど。まあ、お昼ご飯に向けての企画ですね。 yes. これは一番無難なのは、多分イカを釣って重量稼いだ方が、まあ、無難っちゃ無難。そのチャイシーでもいいよと。あ、チャイシーでもいいです。いいですけど、はい、チャイシーはもうこんなもんですよと。そうです、うん。まあ、どういったご飯を食べたいのかイメージして、そこに向けて、まあ、食べれんパターンあるよ。うまい棒しゃぶってるパターンもあります。10円だった。まあ、ルールとしては釣った、まあ、魚、イカを、カメラの前に持ってきて計測。今釣り屋さん来てるんで、必要なものを買いましょう。はい、購入しましょう。行ってきます。行ってきます。はい、どうも。到着しましたよ。到着しました。ちょっと買ったものを見せてもらっていいですか。はい、私は、まあ、ジグヘッドですね。まあ、5g と7g。これいいんですよね、安くて。はい、値掛かりしにくい、この形。なんか僕は好き。パワーミニソメちゃんの台、うん、これ台か中華でも全然違いますから。これも一押しと、これ最近流行ってるボキヤミちゃん。サイズがあるんでしょ。これサイズあるんですよ。これ今これ S なんですけど、うん、本当は ML ってあって、もう売り切れ売り切れ。エビやもんね。本物なんですよ。俺海おったら絶対食べるもん。いやいや、ちょっと待って、エギングではないと。ええエギングではないと。え言い過ぎや。これエビン側でしょ。今日はまあグラムですからね。そうです、ね、うん、まあ魚でもいいんで。魚でもいいんで、はい、じゃあ私、はい、ちょっと紹介で、はい、はい、ジグヘッド一緒ですね。頼っとるやない。じゃあやっていきましょう。いきます。チューイ。チューおー、イカですね。釣れてました。今釣れてましたね。これイカですね。え、大きくはないですけどね。いや、これイカ。でもその辺ですね。イカですね。ですね。もう放置してたら釣れてましたね。イカじゃねえ。イカ？あ、イカ。イカやけど、コウイカや。やったやった、これグラム稼げるよ。ちょっと待って、これグラム稼げます。これでグラム稼ぎましょう。ちょっとモンゴーちゃん、一回ごめんね。イカあげさせてもらう。ごめんね。入っていいよ。よっしゃい、どっこいしょい。ちょっと測ってすぐリリースしましょうね。600円。やったね。ありがとうね。頑張って。マジありがとう。よし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 。あ、行きました行きました行きました。あー、よかった。嬉しい。600キープしました。イエーイ。
来ましたね。イカでしたね。いた。あー、バレた。うわー、最悪。悔しい。傷ついてる。イカの髪跡ですね。大きくはね、多分ないけど。悔しいなー。ちょっと待って。ちょっと待って。これなんですか、これ。食われちゃってじゃないですよ。すごい。完全にエビやもん、これ。ここからの、こう。ここからの、こう。やかましいわ。食われとるやない、これ。当たるんだ。めちゃくちゃだ。あ、そう。もう、エギングやめたと。来た？マジや。ギャフ？ちょっと待って。来たらしいです。赤ちゃん舞台やった。赤ちゃんやったっすね。じゃあゼロで。200。210。よし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 。逃げろ。エギンガやけんが。いや全然釣れんやん。釣ったし。釣ったし。いや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 。まあ、釣ったけどもさ、もっとイメージ違ったやん。なん？いや、うまく定食食いたかったやん。すごくよ。今何時と思っとったよ。3時半でございます。もうお腹ペコペコでございます。 600g と 200g、はい、210やし。210ですね。負けんなよな。すいませんすいません。もう今日でもう時間的に厳しいんですよね。釣りの方は長考の方はできないんで、このお金でご飯をおもも食べさせてー。お腹減ったー。ついてるんでね。あなた210。消費税を買ったんですよね。いやいや、消費です。込みですか。はい、込みです。込みの210は厳しいな、ちょっと僕。何食べたいですか今。そちなみにもう関係なく、とんかつ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 食いたい。べっこべこ、お腹べっこべこです。まあ約束約束ですから。まあ、そこでもご飯を食べないと、はい、ご飯を食べないと。果たして210円握りしめてお店に入れるものなのかどうか。コンビニとかじゃないんだ。コンビニでもいいんですか。いや、お店でしょ。でしょうね、うん、ファミレスでしょうね。まあ、ファミレスですよね、無難に、うん、ってことでね、今からファミリーレストランの方へ行きたいと思います。はい、はい、到着しました。はい、これまず一発目、メニュー見る前にちょっと絶望的なものを見てしまいました。かき氷とか食えるかなって思ったんですよ。かき氷だけで500円です。まあ、上等なかき氷っていうことですね。メニューを見てみましょうか、ね。はい、サラダで399円、フライドポテト、うん、218円。足りません足りません。この210円で買えるものを見てみました。はいはいはい、2つあったんだ。彩りサラダか普段サラダになります。この2品になります。和食セットのみでも220円しますからね。であれ220g もらったとかな。キッズうどん。小学生までの差別戦で来た。ちょっと土下座してたもんね。お待たせしました。お願いします。どうしてもこれうどんダメですか。お食事です。小学生までのメニューです。じゃあ彩りサラダでお願いします。はい。唐揚げ定食を。唐揚げ定食を一つ。大盛りちなみにいくらですかね。あ、料金そのままで大盛りになります。じゃあ大盛り。あるそれ。あり？大盛りです。お待たせしました。お先に彩りサラダでございます。匂いから。あーすごい。うん、あ、すごい。このブロッコリー美味しい。うん、結構厚めに、ほら、うん、お姉さんがもう気遣って厚めに。確かに。ポテトメインやから。ポテトあると。ポテトがあるんですよ、ね。あ、本当だ、はい。あ、コーンも入ってる。あ、甘さもくれる。こんなに美味しいサラダ久しぶり食ったの。お兄ちゃんの本かな。いや、本当ですよ。いや、やりませんよ。ええじゃないよ、企画がもう趣旨が。兄弟愛はなし。お待たせいたしました。あ、本当に美味しいね。味噌汁もあるのに、これ山かけが。ゴンゴさん、ありがとうございます。おいしょー。おいおい、悔しい。本当にもらえないですよね。ダメ。僕の
メインディッシュ。完食です。ほら。つながったな、ナス。あべ。ラスト1個、いきまーす。忘れんのか、本当に。入った。あー、脂痛い。まあ、ちょっと情けない結果だったけど、210円で外食できるということ。ああ、いいですってことでね、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。またね。